天用前の江ヶ崎古仙橋時代まで使用されていたし、小霞橋は横浜市が各新山下一丁目の新山下運河にかかる道路橋である。最初の橋は幅4メートルの車道橋が1964年に、幅1.5メートルの人道橋が1976年に完成した。しかし、平成20年度に行われた水中調査、 翌年度に実施された板タ測定で腐食が確認されたことから掛け替えられることになり、市が総事業費5億円を投じて工事を行った。この時部材として新鶴見総車場の江ヶ崎湖線橋の一部が活用された。部材は元は1896年に竣工した日本鉄道土浦線の隅田川橋梁に用いられたものである。イギリス製の鉱材を輸入。 イギリス人技師の指導のもとに日本人が設計と製造を行った。島町62.8メートルは当時の鉄道橋としては最大級の規模であり、複線式のプラットトラスは日本で初めての構造であった。しかし1928年、機関車の過重像により橋は撤去された。百二十九年、隅田川橋梁のプラットトラス二連と東北本線の 荒川橋梁が組み合わされ、新鶴見創車場の開業で分断される、鶴見区と川崎市幸区を結ぶ江ヶ崎湖線橋,橋に活用された。老朽化により再び橋は撤去されたが、橋の歴史的価値から横浜市が腐食の進んでいない部材を保存し、霞橋の掛け替えに転用することになった。上部高校時は、森岡市の北日本機械が担当。 森岡で組み立てられた橋は陸層で横浜に運ばれ現地に据え付けられた。同時期に周辺で架け替えられる新海峡と三原市橋では新たに橋が架けられることから霞橋では古い橋を再利用することについて住民の理解を得るため住民向けの広報活動も行われた。完成が近づいた2012年12月からは橋がライトアップされ、 住民から公表を得た。周辺整備も合わせて行われ、橋の傍らには由来を説明した解説版が設置され、江ヶ崎湖線橋から運ばれたし、小1個がモニュメントとして置かれた。掛け替えられた橋は2013年3月21日に供用を開始した。2014年6月には土木学会田中賞も受賞した。同賞を受賞した橋の中では、 霞橋は最も短いという。このほか横浜市都市整備局主催の横浜人町デザイン賞町並み景観部門など様々な賞を受賞している。ありがとうございます。